はい、どうも、レッツカンターレ。はい、オカリナの平本です。お世話になっております。どうですか？流行り病、やばいですね。もう少しね、4月になったら沈静化するのかなと思ったら、東京と、まあ、関東で言うと、埼玉、千葉、神奈川県あたりはちょっとね、今週末をね、自粛してくださいみたいな感じがあったんでね、まだもうちょっとかかるのかなっていう気はしますね。で、ちょっとね、とある先生から、4月から、始めてもよろしいですかみたいなことを、お教室ね、もらったんですけど、これもね、すごくまちまちなんですよ。僕、いろんな先生と話したんですけど、はっきり言って、ゼロになっちゃった先生もいるんですよ。だからやりたくても、例えば公民館が、まあ、クローズ。コミュニティセンターがクローズっていうことで、もうやるところがないから、もうしょうがないっていうところもあるし、やるところはあるんだけども、とりあえず、その皆さんね、文科生の皆さんに、どうしましょうかって言ったら、とりあえず、休みましょうっていう人があったりとか、って言って、僕が知ってる人の中では13箇所で、ゼロになっちゃった先生がいるわけですよ。これ大変ですよね。だから一番その影響を受けやすいのってそのエンタメとかそういうこういう世界なんで、まあオカリナっていうのも若干そういう音楽エンタメ業界に入ってるんで結構大変なのかなって感じしますね。ただこれも全然 OK、 普通にやってますっていう先生もいらっしゃるんですよ。この間今日話した先生は、6箇所持ってるんですよ。6箇所のうち5箇所やってますって人いるんですよ。で、1箇所は何かって言ったら、やっぱりその、使ってるところがダメになっちゃった、一応クローズになっちゃってるからダメで、もしやってたらやりますっていうぐらいで、だから、その、先生と、文科生とのその、それに対する兼ね合いですかね。だから4月になったから大丈夫とか4月はまだ無理だろうってなかなかちょっとこう難しいですよね、うん、ただ全然やってるっていう先生もいます。実際ね、うちの父はどうですかね、3月は2つの教室だけですね。で4月に入ると少しは3つぐらいはプラス稼働するのかな。でも4月も少し様子見ましょうってところもありましたって聞きました。なのでまだ完全復旧ではないですね。だからこれはやっぱりその、まあいろいろですよね、だから来るときに電車とか使っちゃうとさ、なんか電車って一番やばそうじゃない、僕は電車あんま使わないからさ、いいんだけど、でだから息子なんか来週から水戸に通ってるから水戸の電車乗るんだけど、あれ大丈夫かなと思いますもんね。ちょっと送り迎え少ししようかなとかね。そんな遠くないんで、まあ娘の方はね、まあ近いんで、まあ別に大丈夫なんですけども。でも東京の方なんかはね、学校もちょっと伸ばすかななんていうね、発言もあったんで、まだわからないってとこですね。だから、とりあえず家にいるのがいいのかなと思いますけども、やっぱり家にいるだけじゃさ、ストレス溜まっちゃうなんかどっかの記事見たんですけど、今年は離婚率が上がるって言ってね、いろいろ読んでたら、旦那さんが在宅ワークでいるから嫁さんがストレスで感じて別れるって、そういうもんかと思ってね。どうですか？で、もう僕なんかはもう通年在宅ワークですから、だからそういうことはまあ感じてんったらやばいですけどね。まあそれが当たり前だからまあ僕の場合はいいんですけど、いつもそのね、出勤して帰ってくるってそのルーティーンがずっと在宅だから、まあストレスに感じてね、離婚が増えるという。なんだか大丈夫かよって感じですよね。だからなんか早くね、特効薬でもね、作ってもらいたいなと思っています。ということで、ね、やっぱり、まあそこら辺は、なんとも僕は言えないんで、先生と文科生の皆さんでちょっと協議していただければいいなと思ってます。で、やってるところもあれば、全然やってないところもある。まあ非常にね、これは明暗はっきり分かれちゃってるんですけども、まあ気をつけてやる場合はやっていただきたいなと思ってます。またね、
やっぱりね、さっき言った心身が健康じゃないとダメですよ。うん、なのでオカリナ、カンタレ吹いて、発散してくださいということでね、このカンタレ通信もね送ろうと思ったんですけど、まだ稼働してないんでね、まだ送ってる先生の方が少ないということで、これね下取りっていうのを始めたんですよね。これなんか似てるでしょそうそう、僕はあれ使ってこれいいなと思って作ったんですよ、うん、EX とか、EX カラーズ買ってくれた人はもう昔買ってもう音が出なくなっちゃって買い替えるよって言った場合は3000で下取りしますよって話です。もうちょっとねしたら結構これ思いのほかね良くてね、今日もこれ届いたんですよね。もうこの箱ですから、もうありがたいぐらい、これこの箱ですから多分10年以上前でしょうね。うん、まあこの方は何本も買ってくださってるんです。でこれまあこれはね、まあカンターレっていうそのまあロゴになってからなんで、ですけども下取りですね。でまあ丁寧にこうお手紙までちょっと名前見ちゃったの、名前を隠しときましょうね。こういうお手紙もらってね、大変お世話になってます、今年83になるカンタレ愛好者ですって書いてありますよ。見えるかな。まあダメだな、ちょっとねあれがあるからね。でね、8本目の注文になります。下取りさせていただいてね、助かりますということで送らせてもらって、まあ3000引きでもね、僕は消費税はねゼロにした方がいいと思ってるから、ちょうど 3F をの EX 買い替えると3万3000で3000引きだと消費税がゼロになるんですよ。まあ僕が言ってる話でね、自分も実行した方がいいなと思って、まあ、そこでちょっと3000円っていう風にやらせてもらったんですよ。僕は消費税はね本当いらないと思ってるんですよ。うん、違う財源絶対あるはずなんで。だって牛肉の券もらってどうするっていう話でしょ。牛肉の商品券っておいおいでよね。あとそもそも商品券もらったったら、まあキャッシュの方が絶対いいですよね。頼むからキャッシュの方がいいよね。和牛商品券とかさ、あとはだって自粛しろっつってんのに、なんか旅行券とかね、違う、今だろうって話ですよね。なんで僕もね、その自分でね消費税ゼロがいいって言ってるんだから、もう3000を下取りした方がいいんじゃないか。だからこれは新規の人はできないんですけどもね、長年愛好してる人にはまあいいかなと思って、3000っていうのは 3F の EX 買った時にちょうど消費税がゼロになるなと思ってやったんですよ。だから 4C とかカラーズ買っても消費税が 5% ぐらいとか 7% ぐらい、 5% ぐらいは削れるような感じの値段設定にしました。で、もっと高いのを買ってくれると5000円引きになってますんで、まあ、それは下に貼り付けておきます。それともう一個、やはりね閉じこもってだけではあれなんで、オカリナチップが入りたいんですけどっていうね、お問い合わせいただきまして本当にありがとうございます。結構ねオカリナチップ僕このコロナに合わせてやったわけじゃないんですけど、まあなんかいいタイミングって言ったらあれですけど、やっぱ自宅でねオカリナのねズバッとしたね、これかっていう講義が学べればいいなと思ってます。で あそこクリックした前の動画ね、あのやつでクリックしたんですけど飛びません、壊れてますっていう人がいたんですけど、ごめんなさい、あれはスクリーンショットって言って、ああいう感じのなんていうのかな、応募フォームができますよってやつなんで、あれクリックしても飛ばないんで、すいません、あれはね僕もっと言っておくべきだったんですけど、もうちょっとお待ちください。で本当は8月の8日水曜日に開講する予定だったんですけど、ちょっとね早めてくださいっていう話だったんで、4月1日の水曜日に、入場できるようにしておきます。で1回登録していただければ、例えばビザのクレジットカードでも、例えばマスターカードでもいいし、まあペイパルっていうやつでもいいし、あとは銀行引き落としもできるかな、うん、
なので、本当に僕今回はここで儲けるつもりは全くないんで1000円ポッキリにしました。でこれも、1動画1000円なんですかって違います。1ヶ月間で1000円です。なので1ヶ月で4本は上げるので、1動画250円、非常に安く作っております。ただ内容はもうエビデンス満載、そして、主塾の先生が下原陸斗先生になるので、陸斗先生は僕が知ってる中では今本当ナンバーワンの、論理から吹き方、そしてあの方っていうのは本当にちゃんとしたエビデンスも持ってるんですけども、イメージとかその感覚的に教えることもすごく得意なんですよ。で、あの方は声楽も習ってたんで、声楽で教えるっていうなかなかないスタイルですから、非常にこう教えるね、あこういうこともあるのかっていうのはあるんで、すごくいいと思いますんでね。でその登録のやり方っていうのは当日あげますんで、そんなに難しくありません。クレジット番号を入れて、登録していただければ、毎月1000円というのが、月謝代ということになっております。本当にこの時期にね、合わせたのかなっていうぐらいちょっとこう、いいかなと思っておるんで、通常のねお教室が始まればそれはそれとしてやっていただいて、オンラインは、僕これスマホで撮ってるんですけども、スマホでも見れますし、少し大きく画面にしたい場合はパソコンでも見れます。基本は YouTube になってます。ただ、今まではこういう僕のやつをね、ただで見れるんですけども、きちっとした、オカリナ塾のやつは、入塾をしてくれないと、見れない設定になってるんで、すごく安価に、皆さんにね、僕も、20年以上ね、このオカリナで、お世話になっておるのでね、一つのこの恩返しという意味も込めてね、このオカリナ塾やってみます。でこの騒ぎが収まったら、そのオカリナ塾の中のコミュニティでね、オフ会みたいなねコンサートとか、また交流会ができたらいいなと思っておりますし、その主任講師のね、リクト先生なんかもね非常に、張り切ってやっておりまして、もう4月分の講義の動画はもういただいてるんで、あとは僕がちょこっと編集するだけなんでね。でその、何をやるかっていうね、そのスケジュールも下に貼り付けておきますんでね、ぜひ面白いと思いますし、1000円でこれだけ見れるっていうのはもう僕は画期的だと思うし、やっぱり今これ 4G っていうね企画で今僕は YouTube 投稿してるんですけども、今後来年になったら 5G っていうね、新たなまたそのこの100倍グレードアップしたその性能のその回線が使えるんで、そうなるとまたより素晴らしいそのコンテンツが提供できるんじゃないかなと思っておりますんで、ぜひぜひオカリナ塾に入塾していただければなと思っております。っていう具合ですかね。だからよくピンチをねチャンスに変えるっていうのはあるんですけど、ちょうどなんか僕がその考えてたことが今の世の中にこうなんかちょうど合っちゃったのかなっていう気はしてますんでね。でその中で、リクト先生にはね、がっつりやってくれっていうことを言ってありますんでね、ぜひ入塾していただければと思っております。ということでね、いろいろ長々と喋りましたけど、4月は気をつけながらやれる人はやったらいいと思いますし、コンサートは多分自粛した方がいいと思います。で、こうやってね家で買い替える場合はね、下取りセールなんかもやっておりますんでね、ぜひぜひ、ご利用していただければと思います。でオカリナ塾は4月1日、開講しようと思ってますんで、明日か明後日またねその入塾の仕方なんかもね、教える動画上げていきたいと思いますんでね、ぜひ入っていただければと思っております。ではまた会いましょう。オカリナの平本でした。オカリナ塾。